機材はこの先の実験室にあるはずだ。大きい部屋みたいっすね。待て、中から物音がする。気づかれないように中の様子を見てみるか。キャンサーは一体、ただ、すばしっこいやつだな。面倒っすね。下手に動かれると、遠心分離機が壊されるっす。私やイロハちゃんのセラフだと、周囲に被害が出そうですね。ってことは、私が突っ込んでギリギリのところでぶった切るしかねえな。ミサトチン、どうするさ？その手筋は正しいが、巫女一人だと決め手に欠けるな。伊達、お前の力を貸してくれ。え？私ですか？お前の過剰集中があれば、最小の動きと最短の時間でキャンサーを倒せるはずだ。物の動きがゆっくりに見えるようになるってやつだったか。でも、私が失敗したら機材が壊れて…その重要なこと、私には荷が重いです。大丈夫だ、伊達ならできる。わー、ミサトチン、自信満々さ。当然だ。なんだかんだ言っても、これまで伊達が失敗したところを見たことがないからな。確かにっす。あかりちゃん、頑張ってみましょう。援護は任せてください。よし、行こうぜ。キャンサーの返り血を浴びまくり祭りによ。はい、やってみます。よし、行くぞ。やったな、伊達。おい、伊達。私は風の前の塵に同じ。この宇宙に存在する必要がない。なぜずうずうしく呼吸を続けているの？はい、なんだかネガティブが壮大になってるさ。肺病院と合わさって陰のるつぼと化してるぜ。すみません、過剰集中の反動でぼーっとしていました。だって頑張ってくれてありがとう。無事戦闘終了だ。少しはお役に立てたでしょうか？少しどころか大活躍だったディース。私よりもギリギリの動きだったぜ。今日の MVP ですよ。そんな恐れ多いです。褒め言葉はもっと素直に受け取っていいんだぞ。はい、嬉しい。目的の機材も無事なようですね。これで任務完了だな。みんな帰るぞ。